you
っちり。どこがだよ。お待たせ。遅いよ。駿河屋閉まってんだもん。どこまで行ったの？郵便堂。ダメだよ、あそこ高いんだから。文句あるなら自分で行けってな。なんか言った。出ない出ない。あれ？ピンクは？あー、品切れだって。続きかけないし。混ぜればいいじゃん。早く。領収書もらった？ああ、もらったもらった。はい、はい、3800円ね。はい。ちょっと何？足りないんだけど。あー、でも今それしかないし。とりあえず立て替えといてよ。もうなんで私ばっかり。大丈夫大丈夫、フリマの売り上げで明日には倍返しになるから。去年も聞きましたけど。そうだっけ。もうみんなさ、ちゃんと部費払ってよね。払ってるわ。払ってる払ってる払ってる。誰に言ってんのよ。怖。払ってないのは幸恵だけ。たくあの幽霊部員が。うわ、あ、もしもし。うん、今美術室。もうちょい下戻るからさ。はーい。はーい、じゃあね。はい。はい、じゃないでしょ。部費は払わないわ、手伝いはしないわでさ。いや、 B 組の出し物あるから無理って言ったじゃん。今年もお化け屋敷なんだ。どうこれ、どう。似合ってんじゃん。いいでしょう。新調したんだ。その費用をこちらに回していただけませんかね。無理し。あれ、もう幽霊役やんないって言ってなかったっけ。1年が育たなくてさ。あんたが譲らないからでしょ。なんか言った？言ってない言ってない。あ、そういえばさ、ネットで死んで出し入れちゃったんだ。聞きたい人。どうせまた怖い話でしょ。これがタイトルからして最高なんだよね。なに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 。すごい顔って言うんだけど。何すごい顔。とにかくすごい顔なんだって。分かんないね。手伝う気ないなら邪魔しないでくれる。明日本番なんだからさ。じゃあ頑張ってね。はーい。てか思ったんだけど。何？間に合うのこれ。お前が言うな。でも確かに売り物これだけってのはきついかも。何言ってんの今さら。なんか適当に並んでるだけでもカッコつくのにね。うん、今からじゃ買い出し行ってる暇ないし。ないのは暇じゃなくてお金でしょ。ブー。それってパンがなければブリオッシュを食べればいいのにって話？アントワネットか。てかマジな話、お金がないならタダで手に入れればいいだけじゃない？ほーん、一体どこにそんな便利な場所があるって言うんですか。倉庫あるなんて全然知らなかった。さすが知り尽くしてるね。まあね。本当に売れるようなもんあんの？あるじゃない。例えば、うん、有名人のお宝なんちゃらとか。うち出た有名人なんて聞いたことないんですけど。これは？どうすんの？どっかの民芸品とか言って。どう見てもただの粘土細工でしょ。いや、適当にペンキ塗っていけば大丈夫じゃない。乾く頃には文化祭終わってるんですの。これいけると思うんだよね。あ、うん、何いける。ちょっとでしょう。高そうだね。ね、もち作りました。何言っちゃえばね。あっちにもあるよ。ちょっとレイコ、何でよ。何で本当ですか。待って、これかわいい。
この顔に言われたくないんだけど。あ、いい。今日のメイクはね、持ってくの？ジョニー風なんだからね。ジョニー風って。いや、これ大したいじゃないし。まずは質より量、あとで振り分けりゃいいんだから。あ、出ますよ。出てる出てる。そう、じゃああれ持ってくの手伝って。とりあえず乗っけられるもん乗っけよっか。はーい。やよい。はいはい。これは持ってこみ。いいね。入れて三点以上。三点以上持った。持った。やよい持ってる。持ってない。これ持ってる。はいはいはい。Go。いやー、バッチリバッチリ。どこがだよ。なんかごちゃごちゃしすぎじゃない？あー、もうズミすぎだよ。もうアケナ揺らしたでしょ。してないよ。誰が持ってきたの？え？この絵。ん？アケナじゃない？私じゃないよ。ユキエでしょ？何？呼んだ？何これ？塗りつぶされてる。ちょっとちょっと。見えてきたよ。ほら、見て見て見て、どこどこ。ほらほらほら、もっともっともっと。なにこれ、顎？わかんない。なにこれ。早く早く。よいしょ。よし。ダメ。え、なんで？なんかダメ。戻してくる。待って、私も行く。あのさ、ん？いや、まさかとは思うんだけど、さっきの話、すごい顔っていう。ああ。よくあるネットの噂話だと思ってたんだけど、どうもこの辺りの学校で実際にあった話らしいんだよね。え？変な絵があってね。女の人が描かれてるんだって。その顔がね、すごい顔で、すごいってどうすごいの？なんか見ると死にたくなるくらいすごい顔なんだって。何それ。それでどっかの、要はこの辺らしいんだけど、学校でね、最初に絵を見つけた子がね、ふざけて顔の部分を描き足したらしいんだ。そしたらなんかもっとすごい顔になっちゃって、最初はみんなで見て笑ったらしいんだけど、絵ってさ
宿るじゃん。いたずらにしてもあんまりって気はしてたんだって。だからまた上書きして元通りの顔にしようとしたらしいんだけど、うまくいかなかったんだって。どうしよっかって話し合って、結局上から黒く塗りつぶしちゃったんだって。そしたらその後で最初に絵に落書きした子がね、自殺しちゃったんだって。首吊って。絵のせいだっていうの？わかんない。でも全然自殺するような子じゃなかったし、そういう前触れみたいのもなかったらしいんだ。でもそれ、もし仮に本当だったとしても、その学校での話でしょ。うちら関係ないじゃん。それが見つからないんだって、その絵。その子が死んじゃった後、絵だけどっか行っちゃったんだって。だからもしかしてこの絵。見たくない。え、どれくらいすごい顔か。落とさないと。ああだよね。まだやってんでしょ。うん、後で顔出すね。はい。
やばバイト？ごめん、先抜ける。分かった。じゃあ明日ね。8時集合でいいんだよね。うん、じゃあね。はいはい、バイバイ。誰？小腹減んない？うん、コンビニでも行くか。じゃあ弁当買ってきて。行かないの？うん、ほらもうちょいしたら使えなくなるし。ああ、コピー機。うん、じゃあ行ってきますか。あ、そういえばゆきえは？あ、お化けのメイク落とすって。どんだけかかってんだよいつもより多めに行ったんじゃない？何系がいいの？え？お弁当。肉系？魚系？肉系。あとなんか炭酸のやつ一本。分かった。立て替えといてよ。はいはいはい。ああ、肉系の分は適当でいった。いいじゃん、どうせ幽霊部員なんだし。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。はあ、腹減った。Thank you.
誰？あ、ゆきえでしょ。怖くないよ。Thank you.
結局上から黒く塗りつぶしちゃったんだって。やだ、まだやだ。すごい顔って知ってる？あ、聞いたことある。なんか顔を塗りつぶされた女の絵の話でしょ。そうそう。で、その塗りつぶされた部分を削ると実際に女が現れて襲ってくるんだって。その女の顔を見た人はみんな自殺しちゃうって聞いたけど本当かな？それって顔を見なければ死なずに済むの？っていう話もあるけど、なんかあんま関係ないらしいよ。え？じゃあ見なくても死んじゃうんだ。うん。どうすれば助かるの？私はまた顔を塗りつぶせば平気って聞いたけど。ああ、それもあんま関係ないんだって。え？関係ないの？じゃあ結局は何やっても死んじゃうってことじゃん。そうなんだよね。結局なんだかよくわからないよね。でもすごい顔からは絶対に逃げられないってことだけははっきりしてるんだね。それにしてもどんな顔なんだろう。それはもうすごい顔なんじゃない？すごい顔か。Thank you.